王が変わった時、子ライオンに襲いかかる悲劇。ライオンのオスは群れの王の座をかけて戦う。もし今いるオスライオンが戦いに敗れ、他のオスライオンが新たに王の座についたら、今までいた子供のライオンはどうなるんだろう。それは殺されちゃう。新たに王になったオスライオンに殺されちゃうんだ。なぜ？それはそうしないとメスライオンが発情しないから。ライオンの世界ってなんて過酷なんだろうね。今日も見てくれてありがとう。またねー。